いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。スクリューです。ボーカルビョウです。ギターカズキです。ギターマナムです。今のところ三役。ベースユトです。さあ以上の4人で第4回ということでだいぶ楽しくなってきたんじゃないですか。はい、もう慣れてきた感じですか。ではありがとうございました。違う。じゃあ今日はカズキさんの方にスタートボタンを、はい、このでっかいスタートボタンを押してもらおうと思うんですが、どうぞ。これでいいの。はい、押せよ。はい、押せよ。3、2、1、はい、ゴーです。ずっとそれやってるみたいな。ゴーです。これは誰の実家ですか。なんでもないです。どなたですか。リョウです。椅子に座ってるのが多いね、今回。メインがいいっすか。あっす。今くすぐられた感じで気持ちよかったです。ゴーです。これぶら下がってるのが星子さん。毎回読んでる。すいません、4回目だから。まあでも今回 PV 早かったよね。鳥そのこっちのまあね、これがね、はい。秒さんはなんかいろんなことやったけどね、なんか影とか撮ったんだよね。ああ、撮ったね。あれかっこよかったね。でもあんま使われてない。うん、一瞬だね。カットっていうことで。お、これかっこいいんだね。これにね、昔惚れたんだよね。今じゃない。さあ、そして睡眠タイムですけど、これ何の夢見たの。やっぱりピアでかくなんだよね。やっぱり、これ、ね、思ったけどね、俺がやられたらこれ大変だなと思ったけどね。でも起きない。これ本気で出てんの。本気で出るね。絶対燃えるよ。起きた。今火にも動じないこの根気強さ。男前だよ。マナムさんが疑われてますね。まあ、前のこういうところがあるからな。なんか手袋気にすること多いじゃん。そうそう、小さいよね、あれね、サイズがね。 TV なのか野球なのかって分かんないけど、誰だ。頑張っていきましょう。あれ、誰ですか。ゴーです。出たよ。これね、俺ちょっとね、あ、これね、見た。飛びますよ。気になるなあ、いいね。こういうの欲しかったんですよね。リラックスだね。何話してるの。なんか打ち合わせ、大事な。タップ兄さんみたいな。白いな。でも俺気になったことある。この腕は燃えるね。白と黒しかないな。うわ、もう肌色しました。あ、ダメなやつだね。お、ゆうい、どうもこんにちは。ゆうとです。楽しみに待ってくれた。ゆうとゴーです。今日は EV 撮影やってます。ありがとうございました。早いんだよね、これって。なんだって言うの、それちゃうから。いや、なんかあったんでしょうな。お世話がやるなどしていったら、もう終わっちゃったって言ったら。そう、ね、ドラムの時だけは真剣ですよ。叩いた時はかっこいいね。これ休憩中です。待合室です。なんで病院だよ。これサイチャレンジだね。飛ぶよ。いえーた。全然俺もやろうかなと思ったら、消えないって。消してくれやいいよね。これね、まあ数回しかやってないようなあれだけど、多分500回近くやったんだよね。で、成功したのがこれです。成功ね。成功したらこのね、あのサポーターの方がね、いらっしゃって。大丈夫だよ。ああ、すいませんってやってたら、ね、案の定ここを押せば。俺は分かった、ここが好きなんだろうなと思って。あれ、やれよ。なかなか見れないよね。よろしくお願いします。見え
MFM と PUA が逆になって出たら面白いのかなって思う。さっきの事務所の NSA が出なかったのすごいやん。お、まあでも対決だしな。赤のチェックが似合うな、これも。あ、これちょいちょいキャッチボールだ。車あるけど危ないよ。なかなかね、デンジャーの子たちだね。やったね。すごいな。なんで気になるな。当たってなかったら多分ね。いや、まあギリギリ。ああ、これでもなんかあの見えないよね、こういう普段のリオさんは。はい、はい、こんな感じですが、じゃあリオさんの方から告知を。次回で。はい、最終回ですけども。じゃあ最終回ですけども、はい、これやってみて。はい、どうでした、やってみて。それ最終回に気持ちが早い。じゃあ告知なんかを。ああ、そうですね、はい、Vlog フェスティバル09、うん、2009、うん、10.24、うん、SAQ、うん、25、うん、3、はい、3、日曜日マガレメテ国際展示場、うん、9から11の方では、まあ、スクリューは25に出ますね。はい、はい、まあ、これワンマンツアー中なんでフェスの方に、フェスの方に、はい、初フェスですね。まあ、まだ夏は終わってないぞと。あ、そう。まあ、多分夏は終わってる。夏は終わってます。頑張れ。秋だ。頑張る。イベントも頑張るぜ。はい、海外の方もあるしじゃないですか。あるね、フィンランドのヘルシンキで、はい、ヘルシンキで、ヘルシンキで今月10月に17日ですかね、フィンランドの、フィンランド時間で。まあ、あるんですけど、ちょっと言ってる意味がよくわからない。はい、まあ、とにかく10月17日フィンランドでライブするということで、はい、よかったらお越しください。うん、来てくれたら嬉しい。でも来てくれて嬉しいのは、うん、ワンマンツアーがあります。はいはい、10月1日宇都宮を皮切りに、うん、全国9カ所10公演あります。うんうん、じゃあファイナルは、うん、和樹さん、はい、いつですか。11月2日はい、自分はカレムクワトロはい終点なので、11月2日ですね。2日ですね。寝癖11月ね、11月11月1日と2日と渋谷クラブクワトロで2日間あります、うん、ぜひぜひ全国からお越しください。はい、待ってます。はい、はい、じゃあこんな感じで、はい、次回もよろしくお願いします。はい、はいはい、スクリューでした。はい。お腹痛いよ。いや待てよ、これはお腹空いたんだ。いやでもさっきカレー食ったしな、なんか楽しくなってきたな。どうしようどうしよう、ココイチかココイチかココイチか。おい、疲れちゃう。あれ、ちょっと待ってください、これ場所違うんですけど、あれ、ほらほらスクラブラブ、どこですか。あ、ほんとだ、ツイートル、うん、このもあるから。ありがとうございます。早かったね。こんにちは、マナブです。今年で還暦を迎えたんですけど、まだまだ元気でいけそうです。